海と日本。今回は海と日本プロジェクト推進パートナーである丸亀市のボートレース丸亀にお邪魔しています。夏のウォータースポーツフェス2018はカヌーやゴムボートなど様々な海のアクティビティを体験できるイベントです。家族連れも多くて皆さん盛り上がってますね。はい、ここはボートレース場なんですが、ボートレースだけじゃなく家族皆さんでいろんなレジャーを楽しんでいただける機会を丸亀ボートは創出しています。こちらでは新しいウォータースポーツのサップ体験が行われています。サップとは浮力の強いサーフボードに立ちパドルを漕いで進む新感覚のマリンスポーツ。実はボートレース場内は波もほとんどなく初心者には最適な環境なんです。あ、すごい楽しかったです。なんか普段競艇場で絶対やることってないのですごい楽しかったです。2人で一緒に乗っていてちょっと怖かったけど2人で協力したらできたのでよかったです。初めて丸亀ボートに去年来たんですけどすっごい綺麗だなってびっくりして、で毎年してほしいなって。こちらはそのサップボードの上で水の音や水の揺らぎを感じながら楽しむサップヨガ。他にも特大ウォータースライダーやキッズプールサップなど大人だけでなく小さな子どもたちも楽しみました。丸亀ボートでは海と日本プロジェクト推進パートナーとして今後もいろいろな海のアクティビティを提供していく機会を作っていきたいと思っています。